はいどうも、翔平 TV です。本日はですね、グローブ紹介したいと思います。こちら、フィールドフォースさんのヤバドリグラブです。こちらで以前ね紹介したと思うんですけども、こちらで翔平 TV ノックをするという動画を使いました。でこちらね、野球を始める子用のグローブとなっております。簡単に言うとあのおもちゃグローブのような感じなんですけども、野球を始める子用のちっちゃいグローブなんですけど、大人も一応手は入るんですけども、ペニャペニャなんですよね。今回こちらのグローブ、野球を始める子にプレゼントしたいと思います。やっぱりね、こんな大男の僕が持っててもしょうがないんで、今回こちらのね、グローブをね、これから野球を始める子、野球やりたい子にプレゼントをしたいなというふうに思います。はい、野球ね楽しいから、ぜひとも野球頑張ってほしいなというふうに思います。大事に使ってほしいなと思います。翔平TVのチャンネル登録、そしてベイちゃんのチャンネル登録概要欄に貼っておくんで、そちら2点と、まあグッドボタンはまあ自然と押してください。誰に使わしたいとか、うちの息子に娘に使わしたいとか、そういうのがあれば、コメントしてほしいなというふうに思います。こちら1回ノックで使ったぐらいで、ほぼほぼ使ってなくて、はい、こちらぜひとも使ってほしいなと思います。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それでは、おろしゃー。翔平 TV イベント開催、12月28日土曜日、忘年会シーズンですが、忘年野球大会しましょう。年末だけど野球をしたい方、ぜひともメールもしくはダイレクトメッセージにてご連絡よろしくお願いします。そして様々な協賛があります。参加景品じゃんけん大会ありますんで、皆さん僕とじゃんけんしようぜ。このバットを1名様にプレゼントしたいと思います。はい、14センチ 740グラム、トップバランスですね。応募条件ですけども、ベイちゃんのチャンネル登録、そして翔平 TV のチャンネル登録、熱い熱いコメントぜひともよろしくお願いします。でこちら当選者発表ですけども、12月の25日クリスマスに発表したいと思います。僕からのクリスマスプレゼントということで、こちら熱い熱いコメント、もう何回でも OK、 熱いコメントぜひともよろしくお願いします。それではあらしゃ。まあちょこちょこ今連絡が来てるんですけども、告知というか、お話を軽くしたいんですけども、最近ですね、野球教室や少年野球、中学野球の取材やイベントに呼ばれることが多くなっております。まあ、この時期はもう、ね、11月12月オフになると思うんで、そういうイベントがあると思うんですけど、まあ、そこにぜひとも土日であればもう参加できると思うので、積極的に呼んでほしいなというふうに思いました。一生懸命やってる人は僕は応援したいと思ってるんで、野球教室、野球チームの取材、大会の取材、イベントなどなどあれば、気軽にメッセージを、こちらメッセージを送ってもらえれば、都合をつけて、取材行きますんで、ぜひとも呼んでいただきたいと思います。はい、では皆さん、ぜひともグラウンドで会いましょう。それではありがとうございました。翔平 TV T シャツオンラインショップで購入できます。女子プロ野球選手や野球人みんな着てます。本日のご視聴ありがとうございました。この動画がいいと思ったらチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。 Twitter、Instagram もやってますので、そちらの方フォローの方お願いします。翔平 TV にやってほしい企画があればどんどんコメント書いていってください。野球教室やイベントやコラボなどのご連絡お待ちしております。野球はみんなのスポーツ。それではまた見てねー。